それからね、新長がですね、パワハラセクハラ告発されないためのケーススタディっていうのを、専門弁護士が教える、パワハラも大変なんだね、これね。そうですね。これ読むとね。これは、ちょっと分かんなくなりますね。分かんなくなるね。注意していいのか、悪いのか。そうなんだよ。これやってるとね、だけどね、全国の労働局に労働相談コーナーを設置していますが、そこに寄せられる相談の中で、職場でのいじめ、嫌がらせ、暴行などに関するものは、2002年に6600件だったのが、2008年には3万2200件、2017年には7万2000件、9年前に比べて倍以上、15年前との比較では10倍以上に増えています。いじめや嫌がらせによって発症した精神障害への労災保障の発生件数も、11年は40件だったのが、17年は88件、右肩上がりで増えています。昔からあったんだろうけど、声を上げやすくなったんじゃないかという、まあいうことですけどね。多分そうだと思いますけどね。昔もっと激しかったと思いますけどね。そうだな、はい、僕の会社も、僕が就職した時は結構なものがありましたよ。ああそう、はい、パワー腹っていうか暴力っていうものもありましたよ。だってこういうのもね、パワーラっていうのはね、会社のパソコンのスクリーンセーバーを家族の写真に設定していたら、結婚していない人にとっては苦痛だ、パワハラだと訴えれた、こんな例もある、で上司にキャバクラに連れて行かれたのがパワハラだと相談してきたケースもある。某団体では残業代を請求するものが少なかったが、職員 A はある月の残業が多かった、所属課長にも申請すると、課長は A の前で部長に、若い時は残業も勉強のうち我々は申請なんてしなかったですよねと言った、これはパワハラ。それからね、社員 A が同じミスを繰り返したことで取引先から今後の取引を断られてしまった、このため上司が、何をやってんだ、君じゃなくてそこら辺の学生にやらせばよかったと発言した、これも受け取る側がどう感じるかが重要な要素なので、どなった自覚がなくても相手がそう感じればパワハラと判断される。いや、これは言っちゃう可能性はありますね。ヨーヨーすわ。言いますよね。ヨーヨー。もうガキの使い方。そうだよ。言っちゃいますよね。ヨーヨー。はい。はい。これパワハラだったら結構そこら辺の学生と比べてと、社員 A の能力不足を露骨に指摘すれば、これは侮辱に当たる、精神的苦痛を与えたとしてパワハラに該当する可能性が高い。いやいやいや、これはたまったもんじゃない。たまったもんじゃないですね。月曜朝、取引先から重要な連絡を受けていないと苦情が、先週中に連絡するよう社員 B に指示した案件だ、 B を大事な連絡を怠るとはどういうつもりだと叱責したが、朝から人前でそんなことを言われたら仕事する気も失せますと逆切れされた、他の社員の前での叱責は自尊心を傷つけることになり、内容を問わずパワハラと認定される可能性が高い。いやこれ普通だろうなってよ。あと引き締めるために見せしめもありますからね、そうだよね、社内全体を他の連中にね、それとなく注意するということも意味もあるからね、注意しやすいやつ、こんなのパワハラと言われたらかなわねえな。傷つきやすい人が増えてるっていうのと、やっぱ訴えやすいっていう、まあそうなんだよな、あれなんでしょうね。社員 C と一緒に取引先を接待した帰り道、タクシーの中で C にいつももう少し丁寧に仕事するようにしようと伝えた。すると C は、どうしてそんなに怖酒なんですかと抵抗した。お酒が入ったら仕事のことは一般論に留めた方がいい。つい職権を得たことを言ってしまい精神的苦痛を受けたと主張される。受け止め方側の感情によるって言われたらどうにもならないですよね。 LINE のような SNS を使って注意すると証拠を残してしまうことになるので危険です。特に感情的表現が少しでも入っているとそれを使って訴えられるリスクがあります。逆にメールでとか文章で丁寧に書いておいた方がもしかしたらいいかもしれないですけどね、あの証拠残す意味でこう言われたっていうのも、セクハラだよね、上司が女性社員にばかりお茶組みをさせる、これはセクハラ、あるいは女性社員をちゃん付けで呼ぶ、ちゃん付けで呼びますよね、呼ぶよ、はい、セオちゃんとかね、はい、言いますよね、言うでしょ、これがダメだった、これは、まあ、男もちゃん付けで呼ぶ人もいますけど、男よく言うよね、はいはい、沼ちゃんなんで、俺そうそう言ってますよね、沼ちゃんって言ってる、はい、これもセクハラ、セクハラかもしれないですよ、パワハラか、ちゃん付けされた結果、一人だけちゃん付けされた結果、あの子をひいきされているという周囲の視線が気になり、職場環境で不快な思いをし、ひいては仕事がしづらくなるというケースって言うんだけど、それから上司が女性社員の容姿や服装に言及した、また上司が女性社員に好きな異性のタイプを聞いた、これもセクハラ、
って言うんだけどな。そうですね、まあ、ただね、はい、派手な服装がそぐわない職場、例えば葬儀会社でパンツが見えそうなミニスカートを履いてきた女子社員を注意しても、これは違法にはなります。当たり前でしょ、そんなの。仕事にならなくなる。君かわいいね、化粧が濃いね、これはアウト、はい、今日のメイクは決まってるね、髪切ったんでもボーダーライン。これがね、よく分かんないですよね。まあね、髪切ったのは彼氏と別れたからじゃないかという雰囲気を醸し出しつつ、ニヤニヤ笑いながら話しかけ、女性が主観的に不快だと思えばセクハラ。困っちゃう。ちょっと難しいですね。でも髪切ったのにそれを何にも言わないっていうのもどうなのかって思いますよね。寂しいという気持ちもあるような気もしますがね。僕はね、最近ね、はい、もう年取ったからね、はい、例えばいろんなとこ行ってね、はい、対応がいい店員さんとかね、はい、昨日もそうだったんだけど、はい、あるレストランで、はい、ちょっと一人でスパゲッティ、好きなスパゲッティ食ってたんですよ、はい、そしたらその担当の女の子はね、はい、そのいちいちって応対の時にニコニコと笑ってね、はい、そういう感じがいいんですよ、はい、ありがとうございますとかさ、はい、で俺は帰りにね、はい、いやー、君ね、すごく君の笑顔いいよと、はい、こう言って帰ったんですけどね、はいはい、対は何もないんですよ、はいはいはい、ただその例えばそういうこと言われたらさ、はい、俺嬉しいと思うわけ、あ、まあそうですね、と思って言ってんだよ、はい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 、そうですね、そんなことで嬉しいと思って一日嬉しいなと、はい、あ、客がね、はい、言ってくれた、自分の笑顔いいって言ってくれたと、はい、思わないのか、セクハラだと思われちゃうのかね。いや、僕はいいと思いますけどね。だから僕はそういうことは必ず言ってるわけ、はいはいはい、あるいはね、なんかどっか行ってあなた対応いいねとか、はいはいはい、ね、嬉しいはずですよ、うん、だからそういうことは、はい、なんだかその人の励みなんじゃないかなと、はい、仕事の上で、はい、って思って言ってんだけど、はい、こういうの読むとさ、はい、セクハラですとか言われて困っちゃうんですけどね。わかんないですよね。なかなかこのマニュアルはね、はい、大変ですよこれ。僕らが男同士で話してるのは、うん、ちょっと違うって思ってる女性はいるかもしれないですよね。女の人はなんかまた別なんですよね、うん、その、うん、違うポイントが、うん、その例に言って一番まずいのはこの人によると言われ出すと、うん、まあまあそうだな、もうどうしようもないっていうね。そうだな、はい、うん、若い俺が言ったのはいいけど、はい、小森が言ったら嫌だとか、ね、あ、そう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 、まあ、人によるっていうね、そうなんや、向こうも向こうで差別かましてきますね、うん、